最初に作家と出会ったのは日本の中に芦屋市ってね、日本の大体ど真ん中ですけどね、その当時僕ら全然知らなくて、芦屋支店第10回転だったと思う、確かね。その時、まあ、僕は18ぐらいだったんですよ。そしたらそこに集まってた人が、後の舞台のほとんど、ほとんどの人が 80% までが舞台のメンバーだったんです。白川元長、田中敦子、山崎鶴子、石原二郎、吉田敏夫、上山一中、そういう人たちがね、全部そこにいたんです。まあ、すごいメンバーの塊だったね。今時間経ってみたらほんまに奇跡ですわね、その時間っていうのはね。だから芦屋支店に出してなかったら、今日の僕のこう展開はなかったわけだよね。それでなかなかその具体というのの考え方がね、僕には分からなかったんですよ。それでいわゆる具体的っていういうことをどういうふうに具体的かというとね、作品をね、まあ、説明するのは言うんですよ。だから黒い色なら黒い色でええのに、お前はこっちに変なものいっぱいつけてるから、一つもお前喋ってない、お前が喋ったつもりだけど、作品そのものが喋ってないというようなことを何回も怒られました。短時間で作るというのね、舞台のメンバーは割とね、そういう一瞬というのを大事にしてたんだよね。そういう文化、一瞬という遊びを出てたんで、僕も横浜トリネナとかするときに100均というのをやったんですよね。でそれは安に早うに出すためということでやったので、まあ、今日もちょっとそれやりますけどね。そういうことは何か言わずもがないで共通のこう楽しみというかね、なんかそういうのを持ってましたね、舞台は。いろいろ長いことやってきて、まあ、色塗りをねベースにやって、空気という問題をね僕はずっと考え続けてるわけです。で今や何してもええなという感じが出ましたね。だからその色の箱に入ってることはあんまり重要じゃないんですよ。だからただ自分が毎日やるので楽しめるように設定しているということですね。新しい材料はなんか新しい言葉というか、材料そのものに一つの言葉があると思うんですわ。だから水と石と木とみんな その物質が持っている面白さがありますよね。だからそれを常にこう楽しんでいるというか、だから自分がこう攻めていくというか、作っていくんだけど、逆にその木とか水とかそういう物質からこう始まるものがないね。だから今も新しい素材を使うことでまた違う空気感が出ません。だからそういうことが僕にとってはその材料との大事な出会いだと思ってます。